宇宙世紀元年、人類宇宙移民を開始。宇宙世紀に移行、宇宙世紀0058、サイド3独立宣言、ジオン共和国樹立。宇宙世紀0059、地球連邦政府サイド3への経済制裁発動。宇宙世紀0069、ミノフスキー粒子が確認される。ジオン公国宣言。宇宙世紀0078、ジオン公国国家総動員令を発布。そして宇宙世紀0079、ジオン独立戦争。その戦場に次々と配備され、宇宙世紀に名を残していったジオン軍兵器たち。しかしその陰には、表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在する。第603技術試験隊、その任務は新たに開発されたジオン軍の試作兵器を戦場において運用評価することにある。完全な人間がいないように、完全な兵器などない。この第603技術試験隊は開戦直前に慌ただしく編成されたゆえに、集まった人々は様々な問題を抱えている。ここに送られてくる試作兵器のように、これは歴史の闇に埋もれた兵器とその人々の物語である。ついに開戦を決意した我々は、一刻も早く最前線に新兵器を送り出さねばならない。はっ、技術本部長。そのためには、新しく編成される第603技術試験隊による試作兵器の状況における実践試験が急務となる。期待しておるぞ。はっ。すまんな、オリバー・マイ技術中尉、君たちのような大学を出たばかりの技術士官を魔女の鍋に放り込まねばならんとは。603はシチューのようなものだ。軍属の運航する船、さらには特務隊員、2階級への中佐扱いですね。技術の価値、これは人が決めるものなんだよ。真に価値のある技術は正しく評価されるものと信じております。では初の任務として603にこれを託す。これは試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド、連邦主力艦をその射程外から狙い撃つ大蛇。ヨルムンガンド、第603技術試験隊は試験支援艦腰痛ヘイムに座礁。パプア輸送艦と会合し、ヨルムンガンドを収容した後、ルーム中域へと向かう。
宇宙世紀007サイド5。この作戦に際しジオン側は巧みな罠を仕掛けたとある情報、ジオン公国は第二次ブリティッシュ作戦を決行すべくサイド5に艦隊を集結させると。この情報に開戦以来ルナ2に兵属していた連邦艦隊もついに決戦を決意。そしてヨルムンガンドも、眠れる大蛇がついに牙を剥くのだ。冷却剤の確認はできているな。発射体制用意。発射体制よし。初弾装填。初弾装填。さあこいつでどうだ。
上被害を出すわけにはいきませんね。ここらで引いちゃくれないか。Thank you.
この場を譲られたし、モビルスーツの襲撃は作戦計画にのっとった行動なり。シャア・アズナブル中。
大砲屋の幕引きをよく見ておけよ、技術屋。てめえら周囲の警戒を休憩しろ。もたもたすんなよ、さっさとやるぞ野郎ども。これでしまいだな。チクショー、クソってねえ。チクショー、こんなところで。試作艦隊決戦砲ヨルムンガンド技術試験報告書。ルームにおける艦隊決戦に際し、ヨルムンガンドはその砲弾を放てり、うち一撃は敵マゼラン級を轟沈せしむ。その威力抜群なり。しかれども間接射撃指示未到着ゆえに、艦隊決戦の決定的な打撃となり得ず、実戦に寄せるアレクサンドロ・ヘンメ大尉を失ったことは、603技術試験隊にとって遺憾。仮に同時投入された他の機動兵器と同様の信頼を得ておれば、結果はおのずと異なった可能性は残される。宇宙世紀00079、1月17日、ヨルムンガンドは以後どの戦場においてもその姿を確認されていない。